それではメニーツイストストライププルオーバーシャツ。長い名前。長かったっすよ。ちょっと頑張りました。まあ、かぶりの、うん、まあ、T シャツの形をしただけど生地はシャツ地でやってるタイプですね。まあ、ストライプがやっぱ特徴かなと思うんですけど、こう伸縮させてちょっとプリーズが上がった感じ。これなんか合わせ方いろいろできそうですよね。まあ、重ね着とかで、うん、まあ、中にメリ付きのシャツとか入れてもいいし、おしゃれですね。まあ、タンクトップにこれとかでもいいし、結構着回しもしやすいから、ロンティーと合わせて袖からちょっと出してくるっていう。これ七分丈ですよね。これ七分丈、肘が隠れるぐらい。パンツはどういうパンツがおすすめですか？パンツはまあ無地系だったら何でもいいってこと思うし、太くてもいいし、まあ、白とかでちょっとこう明るさ出して季節感出してもいいし、暗めで黒とかで落ち着かせても本当に何でも。万能ってことですね。万能ですね。万能なアイテムです。じゃあ着用で一回見てみましょうか。お願いします。お願いします。はい、ということで着た感じがこうなんです。竹内君偉かったですね。もうその中にシャツとか着ても可愛いんじゃないですかって言った時から裏でこのコサ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 できます。でも可愛らしいスタイルになりました。このパンツとの相性もいいですね。バランスもそう綺麗です。タンクトップがちょっと出てる感じもいいですし、結構重ね着に重ね着を重ねるスタイルも全然いいですね。どうしますか、ちょっと上でまくったりとかしてるか。可愛いですよね。竹内君はどうですか、一言。こちらの前に。これは何かもう、ザ・スカスさんが、うん、好きそうだね。もう分かります。すぐ多分、気づいた人は、うん、気づいた。スカスさんだ。スカスさんが企画したな、これは。スリットもちょっと入ってて、可愛いですね。可愛いですね。なんか爽やかに。そうですね。清潔感もあるし。清潔感あります。髪もね、今日なんか、ね、髪ちょっと先やってもらったヘアメイクにね、ドーラマン塗ってもらって、ね、肌が赤い、肌が焼けちゃって、あの撮影で、うん、クリンクリンじゃん。そうです、あのあれなんて言うんでしょう、コテコテで巻いてもらいました。いい髪型ですよ。ありがとうございます。お上手。じゃあ一周してください。似合ってる。これタクトっぽくなくてなんかいいですね。でも可愛い。すごいいいです。いいです、ね、はい、はい、ありがとうございました。